ちょっとね、突撃機種中始まりました。いつも通りこんな感じでやってみましょうか。今日登場していただくのがですね、ルミさんです。こんにちは、ルミさんです。皆さん女性ライダーさんでございますよ。来ていただきました、はい、ありがとうございます。今日はお願いします。はい、ということで今日ご紹介する車両はこちら。来た、来ました。これはスポーツスター。はい、何年でしたっけ。2010年式です。うー、来た。いろいろ聞いていきたいと思います。はい、ルミさん、どうもどうも。スポーツスターってやっぱいいっすね。だね、やすいです。かわいい、はい、改造してるところとか結構あったりしますか。まずはこの間やったタンクと、タンクね、はいはいはい、かわいい、フラークリと、はい、シートと、はいはい、マフラーと、うん、あとはウィンカーですね。はい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 、ハンドル、はい、はい、これは S&S ですね。はい、 S&S いいっすよね。雨の日も安心、安心安心、はい、そしてこれなんていうの、ここ何カバーっていうの。いや、タイマーカバーです。タイマーカバーっていう、はい、なるほどね、はい、もう可愛いよね。しますね。ルミさん、これマフラーも可愛いね。マフラーはビッグラディウスという。ビッグラディウスね、はい、バンス、あ、やべ、噛んじゃった、自分のベロを噛んじゃった。そんな長いか。すいません。バンス&ハインっていう、これ音いいんすよ、めっちゃ、はい、めっちゃ音いいね。バリバリね。あ、ウィンカーちっちゃいじゃんね、ルミさん。まあ、これ後で買ってますか。あ、本当に、はい、もっとちっちゃいのにするとか、なんだっけ、ケラーとかじゃなくて、キジマとかもあるもんね。いろいろ出てるみたいで。車検隊をね。だよね、いいっすね。あ、待って、こっち来ると、来たー、移設してる。この移設いいね。ここいいっすよね、はい、走ってても見やすいっすもんね、はい、待って、これシートも可愛いじゃん。いただき物で、あんこ抜きしてあるから足つき抜群です。ラッペラ、はい、ラッペラです。足つき抜群なんだ。これでもいいっすよね。あんこ抜き、あ、そっか。でちょっとまたがってもらいましょう。どのぐらい足つきがいいか。うん。足が短いぐらいですけど。短かねえっすけどね。またね、かっこいいっすよね。めちゃめちゃ似合う。いや、ルミさんいい、かっこいい。この時期ってインジェクションっすね。ね、キャブじゃなくてインジェクションだ。インジェクションなら楽でいいっすよ。ホイールもさ、スポークでいいっすね。はい、スポークいいっすよね。やっぱね。こっちもスポークで、いや、いいな、やっぱ女性らしさがあるっていうか、すごい素敵。やりたいことだらけらしいです。止まらない、止まらないっすよね。今日のファッションもすごいおしゃれ。いやいやいや、かわいいっすよね。撮影すると知らないでしょ。なんで、突撃機種チューブですよ。もうこんなところでね、撮られるとは思ってないですもんね。スプリングも黒で、すごいやっぱ締まって見えるもんね。いや、いいっすね。ここで一つなりしょべポイントお願いします。僕はやっぱり、はい、さっきも説明があったこのタンクですよね。ああ、ないない、このタンクって確か、はいはい、あのインスタで見ると、はい、弟さんがここしてくれたっていう。うちの弟が板金屋だったんで、うん、まず塗ってもらって、はいはいはい、看板屋の旦那にシールを作ってもらって、はいはい、貼ってもらい、うん、さらに後からクリアを塗って磨いてもらったって感じです。うん、手作り。手作りってでも超いい、うん。こだわりが詰まってるかなと。いいですね。はい、ルミさんって言ったら僕インスタでしかお会いしたことなかったんですけど、はい、やっぱこのヘルメットね、似合うよね。似合う。これかっこいい。ちょっとヘルメット持って。ヘルメットちょっと持ってくださいよ。これ可愛いよね。これベルちゃんだ。ベルちゃん。あ、ここもベルになってるじゃん。はい、めちゃベルベルやん。手つけましたね。ね、このゴーグルもね、可愛いですね。これなんてやつなんですか。バルファルディです。バルファルディ、はい、はいはいはい。正面も見せてもらっていいですか。あー、可愛い。ゴーグルとの相性がいいですよね。いい。じゃーん。来たー。また似合う。もうね、このヘルメットいいよ。T シャツ注目してほしいです。クラフティーだ。はい。やばー。ここと一緒です。いやー、ほんとだ。そしてリーのね、つなぎ着てさ、はい、おしゃれ。それでハーレー、サロペット、はい、はい、サロペット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 。え、困ってる。困った時は巻いたなあ、こっち側さ、もう一個あるじゃん。これこれも向こうとおそろやん。これも可愛い。あ、ちょっと待って、これペダルも可愛いや。これ旧車とかと一緒じゃない。
ルミさんがまたかっこいいんだ。後で走行動画もさ載せとくからさ、ちゃんと。レミさんのスポーツスターでした。それではキッシュチューブ、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックやっておりますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。レミさんのインスタもフォローお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。出てきた、バイバイ。